本日は言論カフェにお越しいただきまして誠にありがとうございます。ただいまより本日のイベントを始めさせていただきます。本日のイベントは清水亮、さやわか、東博樹、生成系 AI が変える世界、作家はどこに行くのかです。それでは清水さん、さやわかさん、東さん、壇上までお上がりください。皆様大きな拍手お願いいたします。はい、こんばんは。言論カフェも10周年ということで、10年前一緒に言論カフェを立ち上げた、清水さんを今日お招きし、こういうイベントができるのはすごい嬉しいです。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。さやかさんもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。で、清水さんは皆さんもご存知の通り、人工知能研究者で、あとハッカーで、もうすごく若い頃から天才プログラマーとして、まあ結構活躍されてきたんですが、なんか今ちょっとこの右の方で伺ったところによるとですね、なんか最近はウーバーイーツ配達員をやってるとかっていう。はい、そうですね。で、それはなんでウーバーイーツ。ちょっとそれは4時間30分後に理由は話すんですけれども、はい、とりあえず収入が途絶えて、ほう、でちょっと再就職もなかなかままならなくてですね、はい、だから10年前に言論会始めた時はまさか俺が風太郎になってたら予測してなかったんで、なんかこう なんかの IT 的な実験とかじゃなくて、リアルリアル、でもあれでしょ、切実な理由 でも本当は別になんかあれなんでしょう、あるんでしょ、別に全くない、別にあるんだけど、ウーバーイーツやりたいからやってるんでしょ。全くないです、僕のマネーフォワードの画面出してもいいぐらいで、ウーバーイーツやって、で、ウーバーイーツでも乾杯しよう、乾杯しよう、あ、乾杯、どうも、言論会の清水さん、ありがとうございました。今日よろしくお願いします。10年はすごいよ、10年はまさか、だから10年前、10年後にちょうど東さんが早稲田の教授辞めるとかって言ってて、それで西麻布で飲んでてさ、なんかじゃあなんかこう言論一本でやるかみたいな話してて、まあその時ちょうど僕だから10年ぐらいだったから、会社やって、だから東さんもそろそろじゃあ会社一本に絞るかみたいな話をしてたじゃないですか。それで言論カフェって言って、てかまあその名前じゃなかったけど、なんか東さんが毎日なんか誰か友達を365日呼んで、毎日俺は飲みながら喋り続けて、それを生放送できるとかって言っていやいや言ってないでしょ、言ってた言ってた、とんでもないこと考えてんだこの人と思っていや言ってないでしょ、そんなことだよ、むちゃくちゃでしょそいつはいやでもいやそこまでするんだったらじゃあ俺も金出すよって言って、はあ、最初は出したのよ。めちゃくちゃだなそいつ、めちゃくちゃだったんだよそれも体張ってるなみたいなだからそれは俺にはできないから10年やって途中でこんなことおかしいって気づいた、気づいた気づいた多分 2,3 年で気づいてるそうそう、まあそれでいろいろあって、なんか突然ちょっとなんかプータローに なっちゃってさ、それはちょっと4時間30分喋る、まあ、でも10年後にじゃあ今何、ウーバーイーツが主な収入、ウーバーイーツドライバーがもう僕の正式な肩書きです。マジか。だからいろんなイベントで言われるんだけど、ウーバーイーツ肩書き教えてくださいって言って、ウーバーイーツ配達員って言うと断、なんかちょっと違うの考えてくださいって言うと断って、もうプライドがあるから、配達員としての、あ、そうなの、そっち側にプライドえ、じゃあ言論のほら10周年サイトにちょっとこう寄せてもらったけど、あれも肩書きも変えようか、じゃあウーバーイーツ、ウーバーイーツ、待って、ウーバーイーツに怒られそうだからね、うん、今度はねウーバー社がなんか勝手にうちの商品使うなとお前メニューもやってんだろうとか言われたら困るんで、まあ、で、なんで、まあ、でどうですかウーバーイーツは。これがね、うん、稼げますね。稼げますか。稼げますね、はっきり言ってはっきり稼げますか。はっきり言って稼げます、はっきり言ってちょっとウーバーイーツやらない人ってむしろどうなのかなみたいなあ、本当搾取されてんじゃないかなみたいな大丈夫かな、新しいウーバーイーツをやってないやつが搾取されてるんですね、はい、そうです、間違いない。なるほど、だから一つ例を言いましょう、うん、ですね、僕は、まあ、会社まだ所属してる時って、うん、まあ、なんだかやっぱこう見た目が大事だとかって言って、うん、もう、まあ、何百万かかけてこう歯科矯正をして、うんうん、で月、まあ、ぶっちゃけちょっとこれ無料枠で言うのどうかと思うんだけど、うん、ぶっちゃけ月5万円ぐらいジムにかけてジムパーソナルトレーニング行ってんですよ。なるほど、え、今、いや、まあ、行ってたの当時、ね、5万ですよ、もう、うん、僕が大学生だったらもう自分のアパートの家賃ぐらいですよああそういうことか、うん、なるほどなるほど、で辞めたじゃないですか、収入なくなったじゃないですか、うん、どうしようと思って削れるお金全部削ってリストアップしたわけですよ、うん、
そしたらやっぱ人務代もちろん削るよなと、うん、で飲み代が月にまあ8万ぐらいかかってて、うん、で8万なんて些細なもんじゃないですか、うん、昔に比べたら、うん、でこれをなんとかこう捻出するためにはウーバーで8万円稼ぐ方が楽だなっていう、そしたらなんとこう事務代が浮いて体は健康になり、うん、お金ももらえるっていう、うん、さらに言うとさらに言うとですよ、うん、僕本当に、ね、あの東さんもいろいろあったと思いますけど、うん、僕らが当時だから19年っていうかね足掛け起業家人生やってきましたと、うんはいはいはい、ね、19年やってた中でウーバーイーツやって一番驚いたのがあの届けるじゃないですか、うん、ありがとうって言われるんですよ、うん、これは心からの言葉なんですよえーって思って俺は今まで何をしても絶対にありがとうという心から言われたことはないなんとかどうかを考案しようがなんかこうクライアントのはずの人から裏切られお客様が目の前にいてありがとうと言ってくれるって、ね、そうですよ、だってみんなお腹空いてんだもん、それありがたいよアンパンマンじゃんかみたいな、俺が子供の頃憧れたあのヒーローに今なったみたいなありがとうって言ってくれるんだよ、おすげえ、仕事ってこういうことかみたいな、もう会社の社員なんか給料払ってありがとうって言ったことないからねそう思わない？分かんない飛ばしてるね今日ね、うん、いやいいよ、ほんとさ俺ほんと辞めてから思ったのが、うん、俺今までほんとこの20年社員と呼ばれる人たちのためだけに働いてきたなみたいな、俺がやりたいことって別にやってなかったかもしれない、やりたいことはウーバーイーツだったんだ、そうなんだ、いや違う違う違う、ウーバーイーツ、ウーバーイーツを見るに行くなんか行くことによっても下脱が果たされたというか、ウーバーイーツ1日何回ぐらい注目の、別にさそこはやっぱねこのテクがあるわけよ、テクが、テクが、テクが、まず基本用語からいきましょうか、30分ウーバーイーツを話しますけど、無料無料枠、無料枠はウーバーイーツ話しますけどこれがね 4時間半後にちゃんと伏線として回収されますから、はいはいはい、ウーバーイーツがね、ウーバーイーツが、うん、あの昔さ広角機動隊とか憧れませんでした、はいはいはい、もう、ね、あっちこっちの話が聞いて憧れた、全然わかんないんだけど、ね、ウーバーイーツっていうのは広角機動隊なのよ、公安休暇なんですよ、わかります、いや全然わかんないですよ全然わかんないんだけど、どうしてだからそれぞれがプロフェッショナルなわけ、俺たちはそれぞれがプロフェッショナル、うん、アドホックにチームベイクにされるわけですよ、アドホックにね、うん、要はそのお客さんがお腹すいたっていう、まあ、クライアントというプレイヤーになるわけじゃないですか、はいはいはい、でそしたらそれがそのシステムに行って、うん、システムがもう 3AA のトラブルコンサルタントを選択するわけ、つまり俺をーダーティーペアじゃなくてラブリーエンジェルの俺を、で俺になんかよく AI がよく分かんないけど、もう清水が今一番最適解だと、清水が配達したら町1個なくなるかもしれないけど、それでも行かなかったらこう惑星1個なくなっちゃう、だから清水でいいんだみたいな感じで選ばれて、で行くじゃないですか、ゴーストキッチンへ、なんかもうあの唐揚げ専門店って書いてある店とハンバーグ専門店って書いてある店と、あとなんかこうメキシカンピラス専門店って書いてある店が全部同じ場所にあるっていう、専門とは何かみたいな、行っても店舗はどこにもないよ、もっとすごいのはその備考欄見ると、あの表にはちょっと名前出したらまずいか、まあ某有名安いあの焼肉屋さんの看板が出てますが気にしないでくださいって書いてある、へー、要はやっぱちょっとコロナでやっぱ調子悪くなった飲食店がキッチン貸したりとか、なるほどそういうことやってない、でもそれがね何がすごいかっていうと、そこ行くじゃない、そしたらでもそこはそいつもまた公安休暇のメンバーなわけよ、だってそうじゃん、アドホックチームでやつらはクッキング担当なんだから、なるほどなるほどなるほど、あのなんかオペレーターとかやってる、そうあいつらだ、でその人たちは逆にこう今ちょっとあの注文立て込んでるんで、はいはい、あのちょっと5分遅れますみたいな、うんうんうん、あ5分30秒遅れますみたいな、うん、えかっこいい秒単位なんだとかって思って分かりました、じゃあ僕お客さんにちょっと今立て込んでて5分30秒遅れ打っときますねみたいな、ああでも別に俺は送らなくても誰からも怒らないんだよ、はいはい、でもお互いプロフェッショナルだから、あこのクッキング担当の、うん、あ人たちがちょっと今テンパってから、お客さんに大変申し訳ありません今大変注文が立て込んでおりみたいな、うん、メールをあの打つんだけど、あ、まあ、僕はもちろんあの本をここで、ここがきっかけで教諭としてプログラミングコード書きましたから、あと最速のプログラ最速の仕事術はプログラマーが知ってるって本書きましたから、当然あのもって書いたらもうバーって出るわけ、定型文が、あなるほど、で通じだけに入れて、うん、でこう送ると、なるほど、で今もうお客さんに送りましたみたいな、うん、じゃあこれよろしくお願いしますって、もう頼んだぞみたいな感じで、もうグッドラックみたいな感じで渡すわけですよ、うん、お弁当を、うん、焼肉ライクの、うん、で、うん、
デスストランディングみたいな話ですね、うんうん、てかはっきり言ってだからデスストなんかやってたら搾取されてるんだよ気づいてないんだよあ実際にやれとプレイステーション買ってゲーム買って1円ももらえないのに物運ぶだけバカじゃないの本当にちゃんと誰も喜んでない現実に働いて現実があるんだと誰も喜んでないのにね、そこにはいや喜んでる本当の人間はいないんだよ本当の人間はいないのよ恋愛にはできないのよこれはで、まあ、とにかくそれでやるんだとで行くんだとそう頼むぞみたいな、うん、もうねあの本当になんか名前も知らない人たち同士の謎の信頼感とチームワーク、うん、で僕はクビになる前に買った40万円の自転車で行くわけですよめちゃめちゃ高性能なやつでもうホイールがこう回る回る、はいはいホイールがとにかく1回回ったらもうなかなか止まらないからねペダルももうなんか1回回したらもう全然止まらない5分ぐらい回り続けてみたいなシマノのコンポーネントで行くわけですよ、うん、で皆さんね誤解してあの一応有料放送になったらどこで一番稼げるかちょっと説明しますけど、うん、絶対いや今日のじゃあ有料は見逃せないですね今日大丈夫だ900円秒で稼ぎますから有料になってもまだ YouTube なんだちょっと待ってじゃあ Uber Eats なんだ俺たち、うん、タイトルが違うかもしれない、まあ大丈夫うん、多分秒で稼げる Uber Eats 君も稼ごうみたいなそれねあのだからあの放送が終わったらあのバナーが変わってるやつね君もこれで稼げる900円絶対回収できるからそれでそんででも俺が行くんだけど、うん、みんな自転車だと大変だなって思ってくるわけ、うん、坂道とか、うん、悪いけど高いチャリだったら余裕電動とか乗ってる人たちは本当にごお疲れ様ですって感じよえそうなのう電動の方がいいに決まってんじゃんだって最近ほらあのなんかあのどう考えても免許がいりそうなやつ乗ってる人いるじゃないですか全然ダメですねシャーって全然ダメですねダメ全然ダメです高いなぜならば、でもなぜならばそんなに激しい坂道があるところで配達してないんじゃないの、うん、違う僕は坂道大好きだからほうなでもなぜならば違うんですよだからみんな気づいてない、うん、気づいてない坂道というのは、はい、片方が上りだったら片方は下りだ下りだからそうつまり実は倍のスピードで走れるんですよでもその位置エネルギーの交換だけでめちゃめちゃ金が稼げるんですよなんでみんなそんな簡単なことに気づかないのかってで坂道登るのは高い自転車だったら時間はかかるけどもそんなに大変じゃないの本当に楽なの普通にふうふうみたいな感じで息切れもすることなくこけるわけむしろなんかあのドコモの赤いチャリ乗ってる人たちの方が坂道ちょっと大変そうなのよ、はい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 、実はあのいいチャリって別に回転数上げるだけなんで全然大変じゃないんですよまあ言われるまで俺も乗るまで分かんなかったけどねそういえばあのウーバーイーツってあのチップとかあるじゃないそう何パーセント坂道登るとチップもらえるんだよほうへえでもあれ普通注文の時に入れない何パーセントって、うん、いやなんかね終わった後もらえる、ね、終わった後終わった後もらえるけど注文してる場合は注文する時すでにやっぱ俺坂道出しなって分かってるわけよお客さんはああ確かにあれって意外ともらえるもんなんですかめっちゃもらえます俺つけてるよあつけてる、うん、坂道だから俺坂道だから坂道だからやっぱやっぱつけてる側とつけられてる搾取されてんのよそれは搾取なんだこれ俺たち搾取されてるわけよ感謝の気持ちを込めてやってたんだけどいやみんな感謝してくれるわけ本当えすごくないみんな感謝してくれるわけよ感謝してお金もくれるわけ俺今まで感謝もされず給料払ってたわけよ、うん、後藤とかそれさっき聞いたけどな、うん、それからだけど、ねうん、感謝されてお金もらえてすごくないすごいすごいすごいだけど、うん、ほら行きは大変だけど帰りは坂道下るだけだから、うん、実はエチエネルギーただ交換してるだけなんで1日何件ぐらい注目来てんのいやだからいやそれがまた大事なのは、うん、やっぱ狩り場、うん、はい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 だちょっとこれちょっと無料ではちょっとね言えないけれど言えないけど場所が大事だと場所と戦略戦略、うん、やっぱ素人さんは、まあ、僕もそんな素人なんだけど素人さんやっぱちょっとね良くないあの某ファーストフードの前でたむろってるとかあるじゃないですかそんなのもうレベル低いと素人さんですね、はいはいはい、あれやっぱアルゴリズム読んでないちゃんとウーバーのえあの、ま、待ってる場所がすごい大事なわけやっぱりもちろんもちろんもちろんほうでそれどういうところそれはねだからちょっとあの30分後ぐらいに、うん、あとあの有料になってから有料になってからなんだもうアルゴリズムを読むっておっしゃいましたけど、うん、さっき の, そのチーム編成はいわばその AI 的なものがやるわけじゃないですかお AI、うんうん、なんか今日のキーワードにシムレスいやシムレス違う行こうとしてるんじゃなくてさっき清水さんがおっしゃったのってその清水が行かねばならないと AI 的なものが判断するっておっしゃったんだけど、うん、まずはそういう存在にならなきゃいけないってことでしょ AI にとってもあのあのプレイヤー清水はすごいやつまず AI にどう好かれるかって話よいやそう今日のなんか話と関係しそうな雰囲気、うん、まずあのほらあれなんだっけ山本博先生の、神は
あのいやあるあるあの SF ね、そうそう、あれもなんか結局なんか実はこの世界は、A うん、AI つかなんかもう超知能が作ったなんか実験装置で、うん、その中でいかに神様に愛されるか、うん、それが俺のコピーを作る、うん、なんかやつだみたいな、それと同じで、うん、俺もいかに Uber の AI に愛されるかっていうことを実践してたけど、こいつ使えんなみたいな、うん、俺が欲しい時に欲しい場所にいるなみたいな、うん、なるほどね、なんかいい話になろうとしてるよね、うん、なんとなく、あの神は沈黙せず、あとなんかね出前館って言ってる人いるじゃん、うん、出前館ダメね、おえそれなんでダメなの、何がこれ有名な話なんだけど、ウーバーってギグワーカー、まあ、ギグワーカーっていうのこれね、はいはいはい、ギグワーカーたちにあの例えばなんか、あなんかあの五反田でなんかちょっと天下一品注文入りましたって出てくるじゃん、はいはいはい、でそれ俺が見てあちょっと五反田 うざいなと思ったら切れるわけよ、ほうほうほう、で出前館はテレクラ方式なんで、うもう来たら取らないと絶対取れないわけ、ほうほうそれでめっちゃ事故るらしいんだよね、あえじゃあ配達員業界ですごい有名で、うん、やっぱちょっと出前館って1回700円なのかな最低、今知らないけど、ほうほうでだけどもうめっちゃ事故るから危ないからやめるっていう、え事故るってどういうこと、あのつまりだって走行中に取んなきゃいけないんだよ、そこあ走行中に取んなきゃいけないの、あそれはリアル、だからそれはもう出前館を頼む人っていうのは言ってみればフェアトレードじゃない人たちなのよ、要はそのもう配達員の命を犠牲にしてそうなの配達してもらってるようなもんだから、やっぱりウーバーイーツは何、はい、あのつまりこうチャリの中にポンと来てもうだと停車して読んで考える時間全然あるから、えそうなの、なんであつまり一番最初っていうことが大事じゃないってこと、そう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 、はいはい、テレクラ方式だから、だからプルルってなったらパッてこう取るやつ、だから実はその出前館なんつーの、あのデリバラビリティっていうかね、はいはいはい、配達員満足度ってウーバーイーツが一番高いの、なんでかっていうと、例えばウーバーイーツは見て、まあ、これ別に有名な話が無料で言ってもいいんだけど、うん、あのタワマンみんな嫌いなのね、タワマンに運ぶに行くと、もうなんか僕たちがゴミ人間扱いされちゃうんですよ、そうなんだ、すごいですよ露骨な差別が、まず警備員さんがなぜかめちゃめちゃ厳しい、でなんかもうめっちゃあのもう命令口調で、あそこそこ入んじゃねえよお前って言って、怖っみたいな、俺普段なんか会社とか行くときあんなペコペコしてた警備員さんにめっちゃ今俺すごまれてるとかって思ってえー、あすいませんっつって、何言ってんのお前って言ったら社会のクズがよとかって言われていやそれ言われてないでしょ、いやマジ言われたよ社会のクズが言われるよ、こんな仕事しかねえのかお前俺の知らない間に本当に持ってるんじゃないですか、持ってないもんね、マンションのなんか受付行くとなんかあのあはいはい、ここに住所、氏名、電話番号全部書いてとか、え、書くで住所、氏名、電話番号そうなの、うん、全部書くの、え、本当にお前どこの馬の本か分かんねえだろみたいなこと、え、マジで本当にタワマンに本当に本当に本当に書かなきゃいけない、え、それはでもすげえな、すげえ超一流タワマンでしょきっと、知ら知るかよそんなのと、配達員なんだからいやだからつまり全てのタワマンがそうじゃないんでしょ、いやでもねほとんどそう、え超面倒、でも一番悲惨なのは何かって、それは全然我慢できるわけですよ、すいません本当にもうこれしか仕事がないんですよ、はい、だけどその後50階建てとかのタワマンいっぱいあるじゃん、はいはい、うん、エレベーター1個しかないね、あしかもゴミ箱がゴミ箱のマークがついたドアしか開けないでって言われる、えちょっとどういうこと、ゴミと同じルートでしか配達できない、だからタワマンの住人はみんなゴミ箱と同じルート、ゴミが行くのと同じルートを伝ったものしか食べてない、え嘘でしょ、本当です、これマジで、あの YouTube にいっぱいあるから、あのゴミ、俺全然知らなかったそれ、ゴミっていうかなんか搬送用みたいな、そうそうそう、つまりあの、はいはいはい、つまり普通の一般の住民が絶対に Uber Eats とかと接触しないようになってるんだ、そう、あしかもすでもアマゾン、じゃあアマゾンとかも全部そうだってこと、ね、アマゾンは知らないけど、まあそうなんですよ、アマゾンとかも、でも、まあ、でもそう、しかもすごいのは50階建てでエレベーター1個しかないってことはどういうことが起きるかっていうと渋滞してんのよ、だからエレベーター渋滞、だから多分300メートルしか運ばなくてもタワマンだってだけでもう40分ぐらい使っちゃうの、いや嘘でしょ、本当だよ、え何それずっと何そこで何15分とか20分とか並ぶわけ、そう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 、でみんなウーバーイーツなの、そう、まあ、みんなじゃなくてじゃあほんと普通佐川急便とか引っ越しとか、あーそっかそっか、それでもうなんかもうほんとなんかご飯をこう持ってこう、ま、ご飯持ってこんな感じで、ま、俺がラグビーかなこれラガーマンかなみたいな感じででもご飯お腹をすかしたお腹をすかしたお客さんがいるから俺が今守りますこの焼肉ライクを守りますって言っていやでも届けるのはタワマンじゃないですか、いやでもそれおかしいじゃないやっぱ、いやでどうなったかっていうと、ウーバーの場合は拒絶できるんですよ、はあはあ、だから慣れてくると この住所明らかタワマンだなと、もう絶対近づかないです勝ち時とか、俺あもう江東区来たら逃げますねはっきり言って、あそんな江東区には絶対近づかないもうだからそれは本当あのマトリックスリローデッドで高速道路に絶対乗るなって話と一緒で、ああ江東区行ったら地獄っすよ、
江東区いたら時給300円切る可能性ワンチャンあるんで。ああなるほどね。そっか。でも俺さ全然知らなかったんだけど、タワーマンションってあの配達員みたいな人たちっていうのは別のエレベーターを使うようにしてるんだ。でもそれ多分なんかどうなんだろうな、居住者の QOL を下げてるんじゃないの、生活の質を。まあまあ、めちゃめちゃ時間かかってる。俺は本当下がってると思う。だって絶対冷めるし、そんなったら、ね、でそれでもなんかブランドイメージのため、結構だからショックだったよ。だってマジかエレベーター50階建てのエレベーター満員で俺2階ぐらい見送んなきゃいけなかったことがさ、50階建てだからまた帰る時もまた50階建てだよね、これは時間の無駄だって思って。でもこれはウーバーが何がすごいかっていうと、で拒否れるじゃん。拒否ると何が起きるかって言ったら、うん、なんと値段が上がるんですよ。んどういうこと。だからあここみんな拒否るから300円だったけど500円にします、うん、600円にします、1000円にします。えそれリアルタイムに変わるんですか。そうマジで。リアルタイムに、うん、つまりみんなが拒否ってるとなんかあのさっきは300円で来たオファーが400円とかになって。そうへえ。その差額がウーバーが払ってる今。それは出前館よりも確かに優れてるんじゃないの。うん、そうだから、あじゃあ そ, のもうそういうの熟成って言うんですよこの業界で。熟成、うん、熟成。あじゃあほっとくと熟成してくるわけだ。そうだから熟成で1200円ぐらいまでいったらまあちょっともうなんかあんま歩きたくねえからじゃあ運んでやるかみたいな感じで運ぶわけだからすごいこっちは気が楽なわけよ。はい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 。だから明らかタワマン臭いのがスリコ、まあ300円スリ、うん、300円スリコって言うんだけど、スリコだったらちょっとこれ何スリコって何。どういうこと。スリコイン。あスリーコード、スリーコイン、スリーコイン、300円、300円、スリコって言うの、うん、それって何どこで学んだの。なんか YouTubeYouTube で何あのあつまり YouTube あのウーバーイーツをやるにあたってうん、いろいろ見たわけ。そういう見た。あそういう、うん、あ先輩からもいろいろ学んだし。なるほど。先輩からの学ぶやつだな。やっぱ YouTube のあのチャンネル熱いとかさ、そういう話がやっぱあるわけね。そうそうそう、やっぱこういうこういう配達テクがあるのって本当デスストランディングやってるやつは本当バカじゃないの。現実にこう難易度が高いさ、あんな誰が運んでもなんかボタンを押せば運べるようなもんじゃないわけよ。もう変なラーメンとかさ汁がこぼれそうなやつとか、うん、真夏であの容器が熱でひしゃげちゃってカレーが出てきちゃうとかさ、もうこれどうやって運ぶんだよみたいな。もうウバックがありゃいいってもんじゃないわけよ。あれをどう工夫するかにもクリエイティビティが詰まってるわけよ、そこに最適化が。最適化がなんか人間側はいろんなことができる。なんかだからあの今日だから本当はそのテーマなんだろうと思うんだけど、うん、その AI を人間がどうやって超えるかの答えがもう出てる感じがするよね。これは今もう AI には無理な楽しみ方っていうかさ、どんなことでも楽しんでいけるみたいな。そうそうそう、クリエイティブだよね。クリエイティブ。まああとはだから俺驚いたのはどんなことでも最適化しよう、このなんかあの単なる現実であってもとりあえず最適化はできるかもしれないとかって考えるってことですよ、ね、いやだからね楽しすぎるよね全てが。なんかもうなんかね、であの自転車乗ってるとさ、うん、音楽とか聞けないじゃん。おうおう、だから聞けないの、まあ、危ないから。一応あの法律だからなんかやっぱいろいろ考えるよね。やっぱウーバーイーツ殺人事件のシナリオとかさ、なんかなんかこれ殺人事件とか目撃しちゃいそうだなとかって思いながらやるでなんかめちゃめちゃ金持ちの家行ったりとか、うん、何これ何すげえなこれ、あれもうそういうね超金持ちとかだと、うん、全くこうあのなんていうの失礼な対応されないのよ。やっぱ警備員さんもすごい紳士なんで、あお兄さんこっちでとかってなんかこうまた書くんだけど、そういうとこは別にそんな本名まで書かなくてよくて、電話番号ぐらいでなんか忘れ物とかするからねとかって言って入って、で敷地の中入るともう自転車置き場用の小屋とかがあって、さらにその敷地の中になんかめちゃくちゃたくさん建物があって、はいはい、でもみんな低いの。ああなるほどなるほど。めちゃくちゃ多分広島が広いんだよ、うん、っていうことですね。でなんか行くと佐川急便のおじさんとエレベーター一緒になって、あお兄ちゃんどことか言って、あ何個室ですとか言って、あそこかじゃあ一緒に行こうって言って、なんで一緒に来るかよくわからなくて行ったらガチャッと開けたら犬がワンワンワンって出てきて、うん、おじさん慣れてるから、あよしよしよしとか言って、あ今とか言って焼肉ライク渡すんだけど、うん、なぜか金持ちの人焼肉ライク頼みがちになって、焼肉ライク頼みがちなんだ芸能人焼肉ライク行けないんじゃないかやっぱ。店舗で食べることに機能性があるにもかかわらず、どっかで見たことあんなと思って、帰り道あの佐川のおじさんが今 の, あのタレントのまあちょっと名前出さないけど、って思った。だってあの一応テレビだとめっちゃもうお金持ちとしか結婚したくありませんとか、貧乏な人とはとかみたいなこと言ってる人が焼肉ライク頼む
どういうことなん、犬に食わせんのとかいろいろ考えちゃった。なんで焼肉ない。なるほどね。とかね、こんな人間模様見れないですよ。もうコンテンツ濃縮バリバリよ。じゃあそろそろこれ有料部分に行って、うん、でこのあの Uber Eats はどうやって稼げるかっていう話をしてで、そして AI に行こうか。そうですね、うん、やっぱ人間の、そうで、なんでなんで、あ、まだまだまだ、ね、なんで高価状態だったのかというと、要はほら荒牧さんが言ってるわけじゃん。それぞれがそのなんつうの、我々にはチームプレーなどというものは存在しないと、はい、うんうんうん、つまり それぞれのエキスパートが自分の専門性を生かして一緒に作業するチームワークがあるだけなんだっていう話をしてるわけです、うんうん、つまりチームプレーっていうのはまあいろんな人のになんか気を使ってやることだけど、はい、そうやって俺たちはチームワークをしてるんだっていう、うん、まさに Uber Eats というのはアドホック組織、アドホックプロジェクトのチームワーク、マイクロプロジェクトのマイクロ、まあ、チームワークっていうかね。だから非常にその働いていて、なんつうかこんなに働くって楽しいんだっていう。そうか、なんかさ、清水さんもう なんだろう CM とか出た方がいいんじゃない Uber の、 Uber の、ね、だってもう最後働いてこんな楽しいんだって下に Uber Eats って出そうだよ。夢を叶えようみたいなさ、あのなんかピクセルなのねみたいな、ね、出る出る、でもこれ下に出てたよ今、もう出てた、下にテロップ出てた今。いやね、ぶっちゃけだからね、うん、1日2万以上稼げるよ。1日2万ね、すごい、うん、1日もすごいじゃん。だから900円払ってあの次の有料放送見た人は、うん、もう本当もうお釣り返ってきちゃう、うん、言論友の子入る。